どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はついに最強武器をゲットしました。このね、データベースのところで、めちゃくちゃ気になってたんだよね。ハテナハテナハテナが、まだあるって。すべての武器種の一番下のところが、ハテナだったのよ。多分これが最強装備じゃないかなって、思ってたら、やっぱりそうだった。最強武器が存在しました。まだね、剣盾しか入手してないんだけども、お見せしましょう。これ、ブライです。ちょっと名前はね、こうふわっとした感じなんだけども、めちゃくちゃ強いです。むちゃくちゃ強い。もうチートって言っていいぐらい強いかもしんない。まあ、実際のね、能力っていうのをお見せします。やばいよ。すごい。これですね。ブライ。なんと、ランク、60です。このアイコニックレジェンダリーっていうやつが、自分のランク、プラス10、上げれるらしいのよ。なので、今、ランク50なので、60まで上げてます。上げるのに、300万必要です。300万。めちゃくちゃ必要だよね。お金これどんどん必要になってくるよ。で、威力だけども、まあ普通のね、ランク50のレジェンダリーで、まあ一番強いのこれなんだけど、DPS 6600。だね、近接攻撃力が29400なんだけど、ブライはこれ。DPS が9457。近接が43384。まあ、倍近くあるのよね。1.5 倍以上の、強さがある。で、さらにクリティカル率も、他がね、4%、3% ぐらいなのに、これ 6.5%。すごい。もうチート武器だね。うん。これ各武器種にこれがあるっていうことは、これはすごい。うん。厳選すべきもの、間違いないです。で、これは、意外とね、いいのがついてたのよ。耐久値マックスの時にダメージアップ。でしょ？そしてクリティカル率が 5% アップするので、あ、これなかなかありだなっていうことで、もうこれを上げてみましたね。うん、素晴らしかった。はい。まあ、気になる入手場所っていうのがあるよね。それ絶対気になりますよね。こちらは入手場所、発表します。ここだね。暴虐の獣。超ド級ミッションの暴虐の獣のメガトン級で出ました。おそらく他のところで出るかもしれない。かもしれない。まだわかんない。俺ここでしか入手してないので。まあ、とにかく、この暴虐の獣メガトンで、出ます。まあ、できるならば、ボーナスを入れていくと出やすいかもしれません。俺もボーナス入れてやってたら、出たので、やってみてください。ただね、ドロップ率はものすごい低いです。おそらく10回やって1回落ちるぐらい。そんなもんです。10回やって、ようやく1個落ちるぐらい。それぐらいの、ドロップ率だと思います。で、もう1個言うと、おそらくよ。これおそらく。暴虐の獣が、近接武器が出る。最強の。で、空を切り裂く翼。これで、最強の、遠距離武器だ。ここは遠距離武器。で、有力の獅子。ここで、防具が出ると思う。うん。まあ、実際この有力の獅子で、最強防具、俺4つ入手してるんで、防具はここで間違いない。で、武器は俺ここでしか入手してないので、まあ、ここでも出ます。で、遠距離武器はまだね、一個もゲットしてないんだけど、多分ここで間違いないと思う。下から、近距離武器、遠距離武器、防具、だね。はい。まあ、とにかく、まあ、全部に言えることだけども、10回やって、1回ゲットできるかどうか、それぐらいのドロップ率です。まあ、とにかくここはね、ボーナスマークが出てたら、挑戦するようにしてみてください。まあ、自分でボーナス入れていってもいいと思うんだけどね。はい。
まあちょっと時間かかるなっていう人は、今度動画で、サクッと倒す方法っていうのをやっていきます。まあまあ全てそうだね、暴虐の獣は3分以内、空を切り裂く翼は、40-50秒、有翼の獅子が1分半ぐらいで倒せるようになったので、まあ、今度、倒し方っていうのは動画で出したいと思います。はい、ということで今日は最強の武器の入手方法をやってみました。むちゃくちゃ強いです、ブライ。まあ、他にもね武器種あるので、そこでも最強武器俺全部ねゲットしようと思います。ただ相当時間かかると思うので頑張ってやっていこうと思います。皆さんも頑張ってやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。